はなかなかハラハラしたわね。ベアトがゲームやめるとか言い出してかなり焦ったわ。これだけのゲームを始めておいて投げっぱなしで終えようとするなんて失礼な魔女よね。エンジェ、いい駒だったじゃない。トンズラしたベアトを引きずり戻してゲームを再開させてくれたわ。バトラをやる気にさせすぎちゃったのはさすがに参ったけどね。バトラは情に弱いって分かってたから。確かにあいつ敵であるベアトにも手加減しかねない雰囲気があったわね。前回の流れから下手するとベアトに同情しておかしな方向にゲームを流すかもしれないって危惧してたの。エンジェはバトラがゴールを誤解した時に再誘導するための切り札よ。本当はもっとサポートさせてそれから切りたかったんだけどね。いきなり切らされたわ。仕込みに随分かかった駒なのにもったいなかった。例の名乗っちゃダメルール、稼にしておいてよかった。あれを設けなかったら兄弟タッグ大活躍でベアとはあっという間に飲み込まれてゲームエンドだったわ。一気に畳みかけるチャンスかと思ったんだけど、あんたのマークがきつくてうまく活かせなかったわ。ああ、もったいない駒だった。当然でしょ、あんなずるい駒とっととリタイアしてくれないと困るわ。まあ結果的にゲーム中断を阻止する活躍をしてくれたし、それは私にとっても助かることだった。互いの利害が一致する活躍をしてくれたという意味においては本当に素晴らしい駒だったわよ。バトラと同じで単純な子だったから簡単に私の言いなりになってくれたの。駒にするならバカか直情型よね。ああ本当に惜しい駒だったわ。その子も今じゃ引き肉ねえ。後で一緒にそれでハンバーグ作りましょうよ。あ、餃子の方が好きだっけ。妹味ってどんな味かしら。笑える。あんたそんな余裕でいいの。エンジェのおかげでバトラは奮起、ベアトを猛追し始め、今やだいぶ私が有利なゲーム展開だと思うけど。というかバトラ、今回でこれまでのほとんどの謎を解いちゃったんじゃない。はぁ、とんでもない。バトラの青き真実なんてほとんど外れてるわよ。ベアとのぬるい赤なんて隙間だらけだもの。多少は知恵の回る子だったら適当にヘリクツ並べりゃ簡単にすり抜けられるわ。ああ、本当にイライラしたわよ。私だったらどれもこれも徹底的に赤で切り返してるわ。あら、そうだったの。私はてっきりあれらが正解だと思ってたわ。小型爆弾を飲み込ませて云々はさすがにどうかと思ったけど、バトラの青き真実だって全部が有効になってはいないわ。ベアとは第一のゲームの身元不明死体についてその身元を全て保証するとはっきり明言している。これによりバトラのエヴァ・秀吉の密室殺人の犯人は偽装死体を演じた何者かという推理が破られてるのよ。次にボイラー室のカノンは事故死だったろうとしてるけど自分の胸に杭が突き刺さっちゃう事故って何よ。バッカじゃない。私が赤き宝刀とやらで切ってやるわよ。カノンは事故死ではない。その次の客までの源氏たち三人の殺人の時計回りに同時に射殺して死に合ったとかいう相打ち殺人も滑稽だわ。源氏、熊沢、南條は殺人者ではない。最後の夏日殺しのトラップ X もバカバカしいわ。夏日を射殺したのはトラップじゃなく、ちゃんと銃を構えて引き金を引いてしっかり射殺したのよ。ご愁傷様。あんた、ダメよ。そんなこと赤で言って、あの子、夏日の銃弾を魔法で跳ね返して殺したってことにしてるんだから。あははは、
けない。そうだったわね。第二のゲームの青き真実だって甘すぎよ。礼拝堂での6人の殺害時、犯人は礼拝堂内にいたわ。あいつ何でもかんでもトラップ X で説明しようとするわよね。トラップ X って何よ。変なミステリー小説のお約束。使用人室で南條と熊沢が殺された事件のカノンの名前を世襲したとかいうのも滑稽だわ。カノンの名を名乗ることができるのは本人のみ。異なる人間が名乗ることはできない。夏日の部屋もローザからマスターキーを借りたという推理もダメダメ。ローザがマスターキーを管理して以降、それら全ては一度たりとも彼女の手を離れていない。夏日の部屋を開錠した時にバトラに貸し出した際を除いてね。まだまだ続くけど、ざっと軽く見てもこんな感じかしら。軽くも何も、あんた第一と第二のゲームにおけるバトラの青き真実軒並み否定しちゃったじゃない。あらあら、なんてこと。バトラがそれを聞いたらそっとしちゃうわね。ね、ベアとは全然追い詰められてなんかいないのよ。あの子やっぱりなかなかの役者だわ。きっと今回のゲームでは一見追い詰められたふりをしてみせて、次のゲームあたりでバサーッと赤で一刀両断にしてバトルをびっくり仰天させる作戦でしょうよ。それできっとまた大笑いしながら言うんだわ。魔女はピンチになんかなりましぇーんって。じゃあ、あのベアとの追い詰められたみたいな悲壮感は全部演技なの？そうに決まってるじゃない。あいつ本当に大女優よね。全然追い詰められてなんかいないのに。最終回顔負けのクライマックス感だったわ。今年の助演女優賞はあいつに決定ね。ああ、もちろん主演は私だけど、ベルンでもいいわよ。私を殺して、みたいなことを言って、最後に大きな謎を出したわよ。それを解かれたら、ベアとは今度こそおしまいの背水の陣じゃないよ。やだ。騙されてるの？あんなの排水の陣でもなんでもない。ベアとはね、まだまだどぎつい奥の手を温存してるわ。最後の謎を出すために両腕を突き出した時、右腕だけ下ろしたの気づいてた？ああ、そういえばあれはそういう意味だって。そういうわけ。あの子はまだまだ奥の手を残して、そして何も謎は解かれちゃいない。それをまるで全て完歩されて次回最終回みたいなテンションにしちゃうなんて、つくづくあの子は演技の天才よ。ああ、早くバトルをどん底に叩き落とすところが見てやりたいわ。あの子前回のゲームの北風と太陽作戦ですっかり味を占めちゃったんじゃない。バトラきっとまたベアトに同情してコロッと引っかかるわよ。女の涙は一粒で男を騙せるからね。実に安上がりでお得よね。バトラ、またその手に引っかかっちゃうかしら。二度と同情しないように、私もバトラを焚きつけない。当分はエンジェのひき肉で焚きつけられそうだけどね。エンジェ味のハンバーグでパワーアップ。もちろんこっちも負けないわよ。ここからバトラと拮抗するくらいに盛り返せるよう、ベアトを徹底的にサポートするもの。負けないわよ、ベアトは。負けたら素敵な罰ゲームがあるわよってきっちり脅してるもん。あんたの罰ゲーム、本気でシャレにならないから少し加減した方がいいわよ。ベルンに次に罰ゲームをできるときはこうしようって決めてるのがあるの。聞きたい？聞きたい？いやよ。もう聞いてよ。あのね、あのね、ベルンを素敵な素敵なお城に閉じ込めてあげるの。そのお城は真っ白な純白の城壁に囲まれていて、一辺は12km、高さは10mあるの。魔法とズルは禁止。とても飛び越せないわよね。
14億4000万リューベ、話のうちが読めたから、もういいわよ。そこをね、毎日一粒ずつの宝石で埋めていくの。それで、城壁いっぱいに溜まるまでペルンを閉じ込めて、その宝石で埋め殺すの。素敵なロマンチックな罰ゲームでしょ。一辺を5倍にしていいから、高さを10分の1にしてくれたら、今から閉じ込めてもいいわよ。本当？36億リューベイになるわよ。罰ゲームが倍以上の期間になるわよ。そんなにも長い間虜になってくれるのね。ベルン大好き、愛してる。ベルンはバトラの勝利にかけてて、私は二人が永遠に引き分けになるのにかけてる。それで誰かベアとの勝利にはかけてないの？かけないわよ。勝率ゼロだもん。奇跡の魔女に奇跡ゼロって言われるのも本当にお気の毒。私もかけないけどね。絶対。絶対の魔女に絶対ダメって言われるのもお気の毒ね。このゲーム、どういう決着に終わるかしら。さすがに、それだけは読めないわ。だから楽しいわけだし。もう逃げも中断も許さない。絶対にゲームを続けさせる。逃がさない。これからどんな風に展開していくのか、想像もつかないけれど、絶対にありえない決着の仕方だけはわかるわ。ベアトが勝って終わることだけはないわね。だって、私もベルンも、どっちもベアトの勝利にかけてないんだもん。つまり、ベアトが勝ちそうになったら、私たち二大魔女を敵に回すことになる。そういうことね。私たちの力が最も均衡するのは、引き分けとバトラ有利の中間で均衡している場合のみ。ベアト有利に傾きすぎれば、私たちは共に同じベクトルに団結して、ベアトを引きずり戻す。つまり、ベアト優勢になった瞬間、私たち二人をまとめて敵に回すってことよ。ベルンと共闘、楽しい！ありがとう。でも、コンペイ島のお風呂には一緒に入らないわよ。コンペイ島のシャワーを浴びながら、とろけたマシュマロを塗りたくってあげるのに。気の毒に。あの子は、私と遊ぶためにラムダが捕まえてきた生きたおもちゃ。お人形だわ。私、お人形遊びは上手なの。ほんと上手に遊べるのよ。飽きずに一つのおもちゃで何百年も遊べるのが自慢なの。ある時は味方し、ある時は敵対し、永遠にもて遊び続ける。かわいそうにね。あの子はもう、私たちのお人形。そういうことよ。あの子は私たちのお人形。私たち二人の望む末路しか用意されてない。つまり、私によって永遠に引き分けが繰り返されるか、ベルンによってベアトが敗北して滅ぼされるか、でしか終わらないと断言できる。ベアトが勝って終わるようなことは、奇跡の魔女として宣言するわ。なら私は、絶対の魔女として宣言するわ。ベアトは絶対に勝利できない。そして奇跡は、絶対に起こらない。